皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。前回はですね、やはり水晶やら黒曜石やらのですね組み合わせに非常に苦戦させられましたけれども、なんとか、クロノスギアを手に入れましたんでね、よし、クモもいないし、コグモが大変なことになってましたけども、オッケー。それで、クロノスギアを手に入れたので、もう一回、屋上に行って、でもう多分それでほぼほぼ型がつくんじゃないかなと。で、相変わらずここは雲がいるのでかわしつつ、チューチュー、うわー降りてきたけど、はい、ムシ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 です。よし、これはもう1回しか使えないやつね。でも電源コードで感電させるよりも確かライト使った方が良かったような記憶があったんで、そうしました。さて、ここでクロノスギア、これで多分うまく回るはず。ナイス。よし、タラララララララ、ほい、ヘリヘリヘリ来なかったっけ、違ったか、そうじゃなかったか、あとヘリ、ヘリ来なかったっけ。多分あれが合図になって、もうこれでクリアでもいいよ。カプコン製のあのヘリはやばいみたいなのを聞いたけど、いや、もうこれでクリアでいい。これはマジでああだよ。最悪だよ、2時間でクリアしたかったのに。ここでバトるんだっけ。うわ、怖っ。すごいよね、ロケランをオーダーの時に、いや、あ、そっか、ここでジルやられちゃうのか。でも、危ねえ。なるほど。やばいぞ。炎で倒れてんだよな、普通に考えたらやられたって思うよね。もうそこに5発ぐらいロケランを、そうか、さすがに直接ねウイルスを注入されちゃったので。どうやら T ウイルスにはね、あのバイオの主人公たちは抗体を持ってるんですけれども、これはさすがにきつい。こっちもフラフラやんけ。 Hey, don't die on me。そうだな、カルロスからしたらジルまで死んじゃったらもう、ジャー、ここで結構時間が3日4日ぐらい経ってる。だからこの間に多分レオンは、レオン、クレア組は、バイオ2組は多分脱出してるんですよね。
だから始まりとしてはバイオ3の方が早かったけど、結局ここで追い抜かされてるんですよね。ああ、やばい。てかちょっとさ、この状態で何日も放置してるの？放置してるの？Don't worry, Jill. This chapel is safe. 早く行けよ。I've been infected by the virus, haven't I? Hey, take it easy.I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. よし、ここでカルロスか。で、カルロスの武器は？ハンドガンはまあ使わないから、アサルトライフル。アサルトライフルで、別に。あれだな、インクリボンはいらないな。これってどうなの？ああ、なんだなんだ、これいけんのね。そうですか。じゃあロケットランチャー、わざわざアサルト、でもアサルトライフルもハンターの所定に食らわせることを考えると結構使えるですけどね。結構強いんだけど。いるじゃん。おんのかい。まだいるっぽいな。よし。とりあえずカルロスがやらないといけないのは、まあ、病院みたいなところに行くんですよね。よっこらどう、やっぱりよいしょ、やべっ、分かってたんだけど、うやべっ、こんなとこだ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、こんなところで殺されるのはよくない。合ってる。あれだ、多分なんかハーブ的なものないの？なさそうだな。グリーンが欲しいんだよね。壊れちゃってるから、あのベルのとこっすよね、多分ね。ベルがジルではちょっと動かせなかったけど、カルロスでは動かせるから。クロノスギアのとこじゃなかったっけ。うわっ、いいのかよ。もう大丈夫か。あ、やばい、いるね。くぅ、これクリアできるかな。不安になってきた。ちょっと待って、ジルを残してあかんぞ。カルロス死ぬなよ。もうハンターもいるんだよな。よし、いける。結構軽そう。いるんだよな。確かご丁寧な紹介もあったような。これか。
もう一匹か。一発で済んで、これはこれでよかったか。あぶねえ。あ、セーフルームか。セーフルームはいいんだけど、あれ、なんかないの？回復アイテム。薬あるんだったらさ、うん？ハーブがあるぞ。ブルーじゃなくてグリーンが欲しいんだけどな。うん、なんかあるぞ。ボイスレコーダー。はいはいはい。これはなんかね覚えてるけど、なんかないかな。あ、いらねえ。ここか。マイクボタン、あなたの声。なんか、下で。使う。どんなシステムだよ。すげえな、音声認識。OK。回復アイテムないな。どうする？まあ、せっかくだし4階から行くか。開けた瞬間になんか敵いなかったっけ？いない。地下か、それは。うわー、全然覚えてねえ。なんか気持ち悪いやついなかったっけ？ウニョウニョ系の。いないな。253、こいつ倒せねえ。くっそー、死んだふりと分かってても、うわーと思ったよ。お前もだろ、知ってるんだよ。なんか配置覚えておくみたいなのなかったっけ？ヒントだけが。まあでも253先に分かったのは良かったかも。意外と部屋数少ないぞ。あー、また来た。頼む。こんなところで俺の冒険が終わるのか、終わってしまうのかーい。なぜだー。データルーム、よかった。まあこれはこういうもんなんだろうな。ニコライだよな、多分な。Nikolai, you're still alive? You're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. なんでカルロスこの時殺されなかったんだ。Wait! あ、そっかそっか。あいつが自爆するんだ。この辺の整合性もいいね。なんでカルロスを殺さないんだろうみたいなさ。いや、殺す気だったけど、もうあれか、ここはもう跡形もないか。この部屋は何にも意味がない部屋なわけないよね。あ、でも何も意味ない部屋の可能性も。あ、鍵。何これ、資料。これ取った人もすごいな。え、まだ。ああ。いかにもなんかこう浮いてるとね、絵が浮いてるとなんかこう。ああ、薬が病院のくせに全然薬ねえでやんのよ。役立たないな。で、今のところはとにかくこの鍵が重要だったと。で、その鍵はここの鍵か。よし。
か、動かすのは。何かが置かれていた。そっか、どれかが正解なのか。多分あそこだよな。遠いとこじゃないかな。引き出しのあの間違えるとダメージ食らうのかよ。きつ。で、一回部屋を入り直すと大道具さんが、場所を直してくれてるはずなんで、あざす。そこ？ちょっと待って、これさ、一回とりあえずこっちに出しの、よいよい、かんねえな、ここか。じゃあダメージどんぐらい受けんだろう。あ、合ってた、合ってました。他2号さんは2、5、3、お、サンプル、アンプル的なワクチン素材。おお、こんなとこに入れとくの。いいんだけど、ワクチンもいいんだけどさ、ちょっとカルロスに回復アイテムをちょっと。このあとどうせまたハンター出るやん。よしよし、でもまあまあいい感じじゃないですか。よし、閉まってからじゃないと操作できない。 B さんはあれかな、開いた瞬間来る系。いや、やっぱりね、覚えてるよ。だけか。よーし、部屋1個は助かるぞ。でもここハンターいるんじゃね。いる。しかもあっちから来る。いや、もう一回来るでしょ。絶対もう一匹いるじゃん。舐めた動きしてる。来いや、来いや、来いや。すぐうまく引っかかってやがる。オッケー、こっちの作戦勝ちだぜ。バカめ。ありがてえ、回復アイテム、グリーンハーブ。もう一丁、グリーンハーブ。よし。ああ、これはいかにもだけど開かないんだ。あとは、なんかある。なんかあんま操作できそうな、別の部屋か。爆薬危ないな。うわ、いるじゃん、カエルくんじゃん。え、なになに、精度の高いなんちゃら。ここで倒して
あ、なんかある。ほうほうほう。まだ動かない。なんかあるぞ。これは多分ハンターのだよね。ん？電源が入っていない。ん？そうか、こうすることでこいつらが2匹いる。やば。え？なんだこれ。組み合わせ系かよ。いいじゃん。ダメなの。そうだね。やばいぞ。よくわかんないぞ。やばいわ。で、あとはうまいことやって、あ、違うな。うーん、くくくくく。あー、惜しいじゃん、いいじゃん、これでいいじゃん。オッケー、ちょっとこれはね、ちょっと時間かかりそうなんで、ちょっといろいろ試行錯誤してクリアできたら、ちょっと動画撮りますわ。タッシュアンダーサーギャマでした。ありがとうございました。アルル。